打ち合わせ早めに終われてよかった。今日は定時で帰れそうかも。ちょっと休憩してから会社戻ろっかな。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース騒ぐ春色したブルー。ちょっと横失礼、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす重なる未読のメッセージ、メモが聞いているのに小さく隠して忘れたい。頭の隅少しの間お休み、書きかけてかけて恋心ってタイプ、初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返し呪文のように、もしかしたらにすがったまま、ざわめきだった胸を無視して、二つの自分を迷って少し前の冷静な頃に戻りたい。戻れない、無駄な推理が脳内に湧いて、シワがなかったじゃ月になって、嫉妬に揺らめいた心が吹き抜ける風を追い越してゆく。強かったから髪ボサボサ。マナーとしてね、マナーとして。天草がいたからとかそういうのじゃなくて。あれ天草、偶然だね。休憩？お疲れ。そんなとこかな。松島はサボり？残念、打ち合わせの戻り。そうか、ありがとう。松島。え、何？コートに枯れ葉ついてる。え、あ、本当だ。爪が甘い私。カフェでノーパソ開いて仕事してる姿、天草だと絵になっちゃうのずるいな。そうだ。え、見てたのバレたかな。松島に聞きたいことがあったんだ。お、何？来期のアニメで松島のおすすめって何？え、たくさんありすぎてどれを見たらいいか分からなくてさ、参考に聞きたいなと思って。あ、松島と市香さんの好みの傾向が似ていると仮定するなら、市香さんの見るアニメの山を張れる。そうすれば事前にチェックができ、いちかさんとの会話も弾むはず。もしかして今調べてるのって来期のアニメのこと？そう。何？ごめん、ちょっと意外で。私的にはこれかな。原作が面白かったし見やすいと思う。なんで怖い？会社の人がいるかもしれないから。ああ、そうか、これか。うん、なるほど、わかった、ありがとう。やっぱり天草ちょっといいな。前より全然話しやすいし。それに今天草が超ベタボレの彼女いるんでしょ？あったね、そんな噂。確か年上の教師の彼女だっけ。そうだった、そんな噂あるんだった。ん、もしかして。うん、あんまり興味なかったけど、知り合いにアニメとか好きな人がいて、その人の影響で最近は見るようになった。前に言ってた知り合いって彼女のこと？ああ、それ腑に落ちるんですけど。でも彼女の存在って噂でしか聞いてないんだよね。噂が一人歩きしてる感じもあるし。
本人に噂の真相を聞きたい。聞いちゃう？聞く？アイドルアニメ多いな。ねえ天草。ん？彼女。なんか連絡来たみたいだけど。うん。タイミング。ああ。俺ミーティングあるからそろそろ戻るわ。うん。ねえ天草。ん？来週金曜日同期飲みする予定なんだけど、もしよかったら天草もどうかな。来週の金曜。あ、いいな同期飲み。スケジュール確認して連絡する。同期の身で彼女のこと聞く。絶対聞く。うわー、りょうくんたら私に。ベタなんですが、ゆりこさんのお名前にちなんでゆりの花を。あらあら。あとこれプリンです。よろしければ皆さんでどうぞ。私歩いていくって言ったんだけど、いちかの家まで車で送るって聞かなくて。ちょっと予感はしてたよ。それじゃあ妹がお世話になります。よろしくお願いします。はい、リオちゃん中にどうぞ。あ、リョウくん、せっかくだしお茶でも飲んでいったら。あ、すみません、でもこの後すぐ会社に行かなくてはいけないので。あら、そう、残念。はいはい、もういいからお母さん家入って。いちかさん。何ですか？今度俺もいちかさんの家に泊まりに来たいってゆりこさんにお願いしてもいいですか？お仕事頑張ってください。それじゃあ。自分のめめしさが嫌になる。修学旅行のたまるの件、もういちかさんに聞こうとするのはやめよう。悩んでる時間をいちかさんが喜ぶことを考える時間にした方がいい。ただでさえなかなか会えないんだから、会った時に心に何か抱えているのはもったいない。まあ、いちかさんとたまるの間に明らかに何かあったらそれなりに対処するけどな。今ご飯支度してるから夕飯もう少し待っててね。あ、手伝います。ゆりこさん。あら、本当に？何さらっとリオまでお母さんのこと名前呼びしてんの。じゃあいちかとサラダ作ってくれる？はい。リオちゃんはうちで料理とかするの？自分だけの食事は結構作ってますね。あ、偉い。両親が仕事で家にいないことが多いから一人で食べることが多くて。確かに何回もリオの家に遊びに行ってるけど、お父さんとお母さんに会ったことないの。リョウくんともあんまり一緒に食べないの？お兄ちゃんの仕事が早く終わった時はたまに一緒に食べます。へえ。二人で食べるときはどっちが作るの？お兄ちゃんです。お兄ちゃんが作った方が圧倒的に美味しいんで。ああ、皿とか出して待ってろ。確かに、りょうさん料理上手だよね。兄弟仲良しなのね。でも最近ですよ、お兄ちゃんと食べるようになったの。お兄ちゃん部屋借りてるんですけど、半年前まではほとんどそっちに帰ってましたから。え、りょうさん部屋借りてるの？うん、職場の近くにね。ああ、そうなんだ。でもお兄ちゃん、いちかと会ってからだいぶ実家に帰ってきてるけどね。え、なんで？そりゃ私からいちか情報を仕入れるためでしょ。いやいやいや。あとはお父さんが単身赴任中だからかな。お父さん？お父さんとお兄ちゃん死ぬほど仲悪いっていうか、相性悪いんだよね。ただいま。ふざけるな。はあ？昔からお父さんお兄ちゃんに対して無駄に厳しくてさ、よく言い合いになってた。だから部屋借りた理由はなるべくお父さんと顔合わせないようにするためかも。そっか、お父さんのこと前にも言ってたよね。部屋借りたの女連れ込むためって理由もあったと思うけど、黙っておこう。今は連れ込んでないし。プチトマト終わったよ。じゃあ盛り付けて仕上げちゃっていい？うん。ま、お父さん私には全然厳しくないんだけどね。りょうくん、お母様とはどうなの？ああ、
母と兄は別に普通に話するし全然。お父様とだけなのね。お母さんがガツガツ聞いてくるからもあるけど、リオいつもより口数多いな。リオはリオさんとお父さんのこと気にしてるんだろうな。普段あんまりそういう話しないからな。そっか、そうだよね。リオとリオさんって兄弟で家族なんだね。え、何急に。なんか改めてそうなんだなって思っちゃって。あら、リオちゃん生ハムでバラ作ってる。器用なのね。いやいや普通ですよ。そんなことないわよ。イチカなんて不器用っていうかどんくさいのよね。この子幼稚園の頃とか買ったばかりのワンピースにすぐジュースこぼしたりして。ちょっとお母さん、小さい頃の話じゃん。ああでもイチカこの前体育でボールパスされた時顔面キャッチしてました。ちょっとリオまで何言ってんの。そうなの、イチカ。この前なんか午前中の授業終わるまで靴下を反対に履いてるの気づかなかったんですよ。どんどんくさくさ。楽しかった。ありがとね、イチカ。リオ、さっきの話だけど、リオさんとお父さんのこと。二人には仲良くしてほしいってずっと思ってるんだけどね。そっか、心配だよね、リオも。寝るの早っ。の試合30分後か。まだ時間あるから他のところを応援に行きましょうか。リオとさっちゃんの活躍でうちの女子バスケチームものすごい強さで勝ち進んでるね。二人とも運動神経いいものね。私たちは応援にね、熱を注ごうね。さつきたちに負けてられないわ。あら、うちのクラスの男子サッカーも勝ち進んでるわ。本当だ、準決勝これからかな。応援しに行こうよ。そうね。あ、イチカ、ルディ。お、カイ、おいカイ。よかったじゃんお前。は？応援だよ、応援席。ほら、有馬来てんじゃん。だから何？お、別に恥ずかしがることないじゃん。修学旅行で水族館と自由行動一緒に回る仲だろ。で、もう付き合ってんの？おい、二人とも試合始まんぞ。ほら、行くぞ。お、はいはい。あのさ、言っとくけど、お、有馬にはまだ自分の気持ち言ってない。言ったらちゃんと報告するから、それまで黙ってて。やだ、かっこいい。とりあえず今は試合に集中。あ、はい。始まった。はーい、上がれ上がれ。マル君かっこいいわね。だよね。運動神経いいイメージなかったから意外すぎる。これはタマルの人気上がっちゃうよ。いちか、タマルがサッカー上手いの知ってた？え、なんで私に聞くの？だってタマルと仲いいでしょ。あれは知らなかったよ。あやったな、カイ。確かにタマル君かっこいいな。ね、いちか、今日の球技大会でライバル増えちゃうかもしれないわね。ライバル？なの？わかってるくせに。いやいやいや、私タマル君と何もないからね。本当にないよ。照れ隠しだと思われてる。りょうさんもサッカー得意だったりするのかな。
勝できたらいいな。あら、そろそろリオたちの試合始まる時間だわ。あ、もう体育館に移動しなきゃだね。カイ、どうだった？俺の素晴らしいロングパス、さすがだったろ。お前、俺にパス回しすぎ。お前に見せ場作ってやったんじゃん。試合の感想ちょっと聞きたかったな。有馬が応援にいなかったから調子出なかったろ。違う！こいつが一番出世するって俺のこと忘れないでね。天草の彼女のこと聞けるタイミングないよ。そりゃそうだよね。みんな部署違うからそれぞれの部署の話になるよね。いきなり切り出すのもおかしいし。ああ、いたいた。アリエッティ、そろそろ一次会を開きにして二次会どうす。お願い、協力して。え、じゃあ一次会はこの辺でお開きということで。二次会どうする？ああ、ごめん、俺は帰るわ。はいはい、さっさと帰れ、新婚が。新婚だもんな。言い方にトゲがあるな。新婚がよ。で、あんたらは私とカラオケね。付き合いなさいよ。ほら歩く。天草、アリエッティが飲み直したいみたいだからさ、付き合ってやってよ。ってことで。おお。ねえ天草、うん、この近くにね、行ってみたかったバーがあるんだけど、よかったらそこで飲み直さない？一人じゃ行きにくくて。ああ、いいよ、行こうか。うん、やった。ところで気になってたんだけど、アリエッティって松島のあだ名？うん、名前がアリエだから友達とか同僚が呼んでて。ああ、なるほど。あだ名について説明するの超恥ずかしい。おっしゃー、うん、じゃあ、あの会議の時に鳴ってたのって部長のお腹の音？そうなの、私部長の隣に座ってたからすごい聞こえちゃって。会議室中に響いてたよな。一瞬言葉詰まってたもんね、天草。松島も笑ってたじゃん。持ってた資料震えてたの覚えてるよ。バレてたか。あのさ、話変わるけど。ん？何？単刀直入に聞いちゃうんだけど、天草の彼女の噂って本当？彼女の噂？ほら、年上の教師の彼女がいるとかなんとか。ああ、それか。その噂どこが出所なんだろうな。え、笑ってる？どういうこと？いないよ、そんな彼女。あ、そうなの？知らない間にそんな噂が流れてたんだよな。聞かれないから別に何も言わなかったけど。そうだったんだ。じゃあ今彼女は？いないよ。いない、つまりフリー。え、これはちょっと期待してもいいんじゃない？片思いの相手はいるけど。片思い？そう。あ、へえ、そうなんだ。もしかしてなんだけど、前に言ってた知り合いのアニメ好きな人って片思いの人だったり？鋭いな。そう、当たり。あ、不純な動機だけど、今は純粋にアニメとか好きだから。別にそこは疑ってないよ。なんかちょっとさ、その人がアニメについて話す時の雰囲気とか松島に似てるんだよな。8話でしょ、めっちゃわかる。初回限定ブルーレイ。なんで？へえ、な
んか聞きたくないな。片思いの相手はいるけど。ん？片思い？あのさ、再確認なんだけど、天草の片思いなんだよね。そう。じゃあ私頑張れるんじゃない？雰囲気似てるんでしょ？だったら私にも可能性あるってことだよね。だよね。松島結構飲んでたけど全然平気そうだな。私お酒強いから。今日は同期のみ誘ってくれてありがとうな。みんな天草が来てくれて喜んでたよ。たまにはいいな、ああいうのも。来月くらいにまたやる予定だから、よかったら参加してよ。そうだな。じゃあこの辺で。何？ううん、何でもない。駅まで送ってくれてありがとう。お疲れ。ああ、お疲れ。天草の片思いなんだよね。もしもし、リョウです。夜分遅くにすみません。いや、急に声が聞きたくなってしまって。いつものこと。それもそうですね。他に好きな人がいる男性、振り向かせる。検索。じれったいって言葉こぼれた、会いたいってつぼみ咲いた。あなたに私きっとそぐわない、ありえない。水たまりに映る私に聞いてもわからない。今日も変わらず空は綺麗です。教えの愛。